はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ディアパソンの 183E です。前回の撮影ボロボロでしたね、音がめちゃ狂ったまま、入荷直後ということで撮影しましたけど、ちゃんと調律しました。その状態を聞いてください。めちゃくちゃ良くなりましたよ。もう実物で生で弾いていただいたら即このピアノ欲しいってね、多分言われると思いますね。もうヤマハとかカワイイとはちょっと違ったスタンスの日本製ピアノですね。楽しみにちょっと聞いてください。こちらです。だいぶ綺麗にね、外装も少しほこりを取りまして、入荷直後よりは少しマシになりましたね。少しですよ、少しマシになりましたね。はい、そしたら音を聞いてください。ここにあるかな、どこかな。めっちゃ伸びてるでしょ、音がね。全然耳にうるさくない、キンキン来ない音。適当に弾いてますけど、すっごい音が伸びます。低音の高音がある、高音の伸びといいね、言うことないですね。タッチもちょうどいい感じですね。ちょっと調整しましたのでね、いかがでしょうか。ディアパソンの 183E、 私はもう名機中の名機だと思ってるんですけどね、あまり知られてないんですよ。もうね、グランドといえばヤマハの C3 とかね、もう思ってる方、思い込んでるというかね、思ってる方が多いのは事実ですね。確かに素晴らしいピアノです、ヤマハの C3。 それとはちょっと違った味のある、ヨーロッパの香りを感じる日本製ピアノという意味では、このディアパソン、これ候補にぜひ入れてみてください。今まで弾いたことないしわからんっていうんであればね、よかったら弾いてみてください。こんなピアノがあったんやということで、きっとね、ファンになる方が多いと思いますよ。音大の教授の先生とかファンが根強いファンの方がいらっしゃるんですね。ディアパソンの 183E、 めちゃくちゃ音が良くなりました。どうぞ京都まで弾きに来てください。それではさよなら。